カメラチェック OK かな？みんなちょっと確認してくれないかな？大丈夫、いけそう？うん？よし、行こうか。うん、ちょっと待ってな。いいよ。うん、柴田、お前まただわ。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、おい。何をビビってるって？お前が一番ビビってんだろ、おい。ビビってるやつは何ビビってねえって言ってんだよ、おい。あんな、お前、台風なんかさ、台風なんてお前、台風なんてって言っていられねえぞ、おい。知ってんのか、台風の勢いを。お前の勢いって違うんだぞ、台風の勢いは。ところでな、前にでかい台風あったって言ってただろ。しよった。台風の時はな、海には近寄らないでくださいと。海にはね、危ないから近寄らないでくださいと言ってんだろ。何お前、ビビんないで海に行け、海に行ってこいって。お前、なんかあったら責任取れんのか、お前。そんな、柴田さんが言ったから行きましたって言ったらどうすんだよ、お前。もっと頭使って喋れば、頭使って。頭はな、これお前、帽子かぶるためにあるんじゃねえんだぞ、頭は。なあ、物を考えるためにあるんだぞ。お前な、帽子かぶるための頭じゃねえか、中身が入ってねえ。ああ、そんな帽子だったらお前、リラックスかけてもいらねえだろうよ。頼むよ、本当に。世話やかすなよ、俺に。いつもよ、このわけのわかんないことばっかし言ってさ。もっとわけにわかること言えよ。むかつくな、ほんとに。ほんで一番はビビリは一番仕事だからな。何やってもビビって。いけそうだね。それでよ、そう言ってるお前はさ、行ったのか、海に。行ったのか、行ったの、どこの海に行ったんだ、行ったのか。教えろよ、俺もすごい見てくるから。同じ海見てくるよ、お前と同じ海よな。海見てくるよ、お前と同じ海。教えろ、おい、どこの海行ったか。あ、ここか、柴田さんが来た海、ここか。おー、かわいい海。海、これ海、海がかわいいな、かわいいな、かわいいなって言って、見てくるよ。うわー、気持ちいいな、この海は。気持ちいい。海見て、見てくるよ、海もな。なんだよ。海、台風来るために行くか。見に行くのか。ああ。誰、髪やな、ちょっとな、長いからこれ切んなきゃいけないな。おい、こんなもんかな、こんなもんかな。もうちょっと、かわいいかな。
ありがとうございました。